団体によっては王者、つまりチャンピオンのベルトとともにランキング制度を導入していることがあります。または王者はいるけどランキング制度は導入していないという団体もあります。王者やランキング制度を導入している場合、各団体の各階級にそれぞれ王者がいて、その下にランカーが存在することになります。ランカーの人数は各団体の規模や各階級の選手数によって5位までであったり15位までであったりと存在するのが一般的です。そして団体によってはランキング何位までに入らないとタイトル挑戦権を与えないというルールも存在します。その場合は他団体で活躍する実力者であっても、一度その団体のその階級で試合を行ってランキング入りしないとタイトルに挑戦できないという仕組みになっています。つまりタイトル挑戦者を公平に決めるための優先順位付けとしてランキング制度を導入する団体が存在するのです。選手やファンに対してその団体のタイトルへの見方を分かりやすくするという点でもランキングは有効的です。タイトルマッチを行う際に、例えばランキング1位の選手が怪我などで試合をできない理由もなくタイトルマッチを希望しているにもかかわらず、その1位の選手を差し置いて2位や3位の選手がタイトルに挑戦するということは基本的にはありません。ではなぜライジンやディープなどランキングを導入しない団体があるのでしょうか。ライジンの場合、日本や世界中のトップクラスの選手をつまみ食いするように試合を組んでいるので、ディープとは事情が少し違いますが、ランキングを制定しないことによってタイトル挑戦者を決める際に融通を効かせやすくなるというメリットがあります。またランキング制度を導入することによって、1試合だけスポット参戦した選手がその後その団体で試合をしないのにランキングに名前を連ねてしまったり、他団体の試合に出るようになったランカーがランキングに名前を残したままになってしまったりと、本来便利なはずのランキングが意味をなさないものになるというデメリットも起こり得ます。そういうことを回避するために、ランキングを制定せずタイトルに挑戦する選手をふわっとさせておくことによって、逆に主催者側の独断でタイトルを円滑に取り回すことも可能となるため、ランキング制度を導入しない団体も存在するのです。ランキング制度を導入することで、ボクシングのようなスポーツライクな世界観を内外に向けて発信できるという効果もあるので、ランキングが機能するしないに関係なく団体の権威づけとして、とりあえずボクシングを真似てランキング制度を導入するということもあります。さて、ではなぜランキングを導入していない団体の王者が試合を行う際にタイトルをかけて試合を行わないのかという疑問を持たれるかもしれません。そういう場合、王者ではない選手にとってその団体や階級での試合1戦目であったり、タイトル挑戦者としてふさわしいかどうかわからないという事情があります。格闘技に絶対はないので、勝つ可能性の低い方の選手が勝ったり、主催者にとって好ましくない選手が王者を破ってしまう可能性もあるので、王者の試合をノンタイトル戦として行うことは珍しくないのです。要は団体がランキングを導入していなくても、主催者の中ではふわっとしたランキングやなんとなくの取り決めがあって、この試合はノンタイトル戦で行おうなどと柔軟に王者が戦う試合を組んでいるのです。ノンタイトルマッチではえてして正規階級とは違う契約体重で試合を行うことが多いのも特徴的です。画像で紹介しているライジン王者朝倉海選手と庄司選手の一戦は、ライジンバンタム級規定 61kg の契約体重での試合となっていますが、各団体のトップ選手がよその団体で活躍している選手と戦う場合、正規階級から少しずらした契約体重で試合を行うことで、どちらの選手が勝っても負けても本来の階級の体重で戦ったらどうなるかわからないよねという、両者両団体のメンツを保つといったような余白を残しておくことができるので、その試合を組みやすくなったり、または今度は正規階級で戦おうなどと再戦へつなげやすくなるという効果が期待できます。なのでライジンバンタム級規定 61kg での契約体重で組まれる朝倉海選手と庄司選手の一戦は、お茶を濁してないなという見方をすることも可能なのです。今回は MMA 今更聞けないシリーズ第1弾として解説しましたが、今後もいろいろと題材を変えて解説していきたいと思っています。もし実はこれがわからない、こういうことを教えてほしいなど、ご意見ご要望などございましたら、コメント欄にてお知らせください。できる範囲でシリーズとして解説してまいります。では今回もご視聴いただきましてありがとうございました。